J1 最下位の北海道コンサドーレ札幌は8月17日、日本大学とのトレーニングゲーム、30分 ×2 本の結果を発表。K1 の7で日大が解消し、反響を呼んでいる。実際の様子、これはひどい、どうした。日大に K1 の7で大敗した J1 最下位の札幌。 札幌は8月16日に行われた J1 リーグ第27節サガントス戦で、MF スパチョーク、MF 小前義明、FW アマドゥバカヨコ、相手のオーンゴールで誤算と打ち合いを制した。札幌は翌日に宮野沢白い恋人サッカー場で日大とのトレーニングマッチ、30分かける2本を実施。クラブの発表によれば1本目は0 1、2本目は1 6で、 唯一の得点は練習生のガーナ人 FW キングロードサフォが挙げたという。トレーニングマッチとはいえ、大学生相手に7失点の大敗を喫する結果となり、クラブ公式 X、旧ツイッターの速報ポストには、どうした。60分で1対7はすごいな日大、日大強い、日大強しすぎる、TM だし騒ぐことでもない、といった声のほか謎の練習生、 どこのキング。と、唯一のスコアラーへも注目が集まっていた。